か分からず召し切る。やはりカノンの肉体は死んでいるのだ。私たちと同じように。そしてその魂だけが何かの力を受けて復活したのだ。いや違う、やはりカノンはもともと死んではいなかったのだ。そうだ、カノンはこの掃除球に迷宮を作り出したと言っていた。ということは、私たちが今見たものは全てイリュージョン。分かったぞ、今カノンがどこにいるのか。己カノン、だがそんな真似事などこの佐賀の前ではいつまでも通用せん。お前がどこにいようとも必ずや一撃をくれてやるぞ。掃除球を抜けた。カミューよ、今のは一体何だったのだ。まるで同じところをぐるぐると走り回っているようで、いつまで経ってもこの掃除球から抜け出せなかったが。確かにかつて噂に聞いたことのあるジェミニの迷宮に迷い込んだようだったな。し
しかしその幻影が消え失せて、こうして掃除球の外へ出られたということは、サガ、片付けたのか、この掃除球を守っていた謎の男を。いや、単に一撃を加えてこの状況をかわしただけだ。あいつが、あの男と私に代わってこの掃除機を守ろうとしてくれた。まさか夢にも思わなかった。だからお前が本当にあの子を捨て去り純粋に正義に目覚めるかどうか真に問われるのはこれからだ。それは全てお前の行動で示してもらう。カナカナ、無人の球である巨怪球から立ち上るこのコスモは一体何なのだ。いや、コスモというより、そうだ、まるでここが冥界の入り口のような感じを受けるとは。まさか、何、あれは四つ平坂。巨怪球の中はまさしく死の国への入り口、世持つ平坂に変わっているとは。俺たちに死の国へ舞い戻れというのか。バカな、誰かが作り上げた幻影に決まっている。確かに、しかしここまでのイリュージョンを作り出せる男とは一体何者が作り出したかは知らんが、この世持つ平坂、死の国から来た我々に見せると、切羽詰まったとはいえ少子なこと。クエイギョロキシオンエクセプロージョン。やった、世持つ平坂の幻影が消し飛んだぞ。さあ、うん、行くぞ。どうなっているんだ。もう数十時間もこの巨怪球の中を走っている気がするが。確かに、だがそれでいてまだ数分しか経っていないような気もするのだ。どちらにしろいつまで経っても出口がないとは、これはまた何者かの幻影に落ちた。それも掃除球の迷路とは全く異質に、そう、まるで神の気まぐれに翻弄でもされているようなこのコスモ。わかったぞ、その男の正体が。ここまでの真似ができる男はサンクチュアリでもただ一人、ただ一人、最も神に近い男、バルゴの釈迦。バルゴの釈迦、あの男が処女宮からこの幻影を作り出して、おそらく神よ、修羅、サガよ、ハーデスの総区になり下がったとはいえ、かつては共に正義を守ろうとしたアテナのセイント、それゆえにできればとどめるだけにしたかったが、オーム天魔降伏。なんだ、今巨怪球に落ちた攻撃的なコスモ。一瞬にしてサガたちのコスモが消えた。まさかサガたちは、あの世へ逆戻りしたのかもしれんの。釈迦の引導によって。そんなバカな。しかしこのままでは全てが水の泡に。どこへ行く、シオン。わしがいる限りお前はこの場を動くことはできん。ならばどうこ、
先にお前を殺すしかあるまい。かつての友、それゆえ後にしようと思っていたが、遅かれ早かれ撃たねばならんのだからな。行くぞ、どうこ。フルカシオン。お待ちください、ロシ。その方の相手は私にお任せ。お前は死に、ロシ、遅ればせながらただいま到着いたしました。どうか、その者の相手はこの死竜だ。春霊も二度と五郎法を動くことのないように言い置いたはず。不自由な目をしてなぜ動いたのじゃ。なぜとは、ロシ、それはこちらからお聞きしたいことです。サンクチュアリがこのような危機の時に、なぜ私たちブロンズをのけものになさるのですか。すべてはアテナのご意志だ。どうし、聞け、飛竜よ。お前たちはもはや十分に戦ってくれた。せめてこれから安らかに生きてほしいと願うアテナのお心がわからんのか。わかりません。今さら安らかに生きろなどと。しかも老子さえ戦いに立たれたこのような時、なぜ。死んでほしくないのじゃ、お前たちに。老子、わかりません。この試練、未だ未熟者ゆえ。どうこよ、ちょうど良い道連れができたようだな。して仲良く葬ってくれるぞ。何を。下がってよし。これは死を同士の戦いじゃ。何人たりとも手を出すことはならん。行くぞシオン。来い、どうか。おお、コスモのぶつかり合いなんだ。どうこよ、勝負は決まったな。何、私もお前と戦えばワンサウザンドウォーズに陥ることは必至と。しかしどうこよ、243年という時の流れが二人の優劣を分けたようだ。なんだと。どうこ、お前は108の魔性を封じ込めたアテナの封印を見守り続けて老いぼれた。もはや昔の力はない。心配せずとも、お前もすぐに葬ってやろう。この銅子の首を落としてからだ。待て、むざむざと老子の首を取らせはしないぞ。目が不自由な上にそんな傷だらけのクロスをまとって、一体何をする。もちろん戦うのだ、正義のために。まずお前から始末してやるか。
かが雑魚といえど、これ以上ちょろつかれるのも目障りだ。レディー